ね。ピピキャンディー。ある夜、車を走らせているときに奇妙な人々に出会いました。一人目は道路脇で手招きをする奇妙なおじいさんでした。あのおじいちゃん、何か困ってるのかな？あれ？どこ行っちゃったんだろう？まあ、いっか。二人目は、奇妙なダンスを踊っている不思議なおばちゃんでした。ん？なんかおかしな人がいるな。これは触られぬ神にたたりなしだな。三人目は暗い顔をして立っている不思議な子供でした。こんな時間にどうしたんだろう。心配になって話しかけたところ、近くの駅まで乗せてほしいとお願いされたので送ってあげることにしました。走り出してすぐに異変が起きました。何この音。そしてさらなる異変が起きました。なんとその子供の顔がみるみるうちに巨大化していったんです。その頭大丈夫？僕の顔何かおかしいの？今日のお話面白かった？次の動画でまた会おうね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。